これが F16 です。 F16 は初心者から上級者、レベルを問わず全てのサーファーに、ファーストボードになれる乗りやすさを追求したモデルです。小波に特化したアウトラインに見えるかもしれないですが、この F16 はラウンドノーズのアウトラインとショートボードのテールラインを採用しました。それにショートボードのロッカーを掛け合わせることによって速いテイクオフのできるリップ、カービング、全てのアクションがしやすいハイブリッドモデルになりました。 F16 のコンケープはシングル、そしてダブル、特殊な V コンケープで抜いています。この V コンケープというのは V にダブルコンケープを組み込んだデザインで、板を返しやすい上に安定感が出るんです。例えば自分のショートボードは通常510ですが、今回撮影した F16 は57です。すごくテイクオフも速く、オフ・ザ・リップ、カットバック、ローラーコースター、全てのアクションにおいてすごくいいフィーリングでした。女性や海に行けることが少なく、パドル力に不安がある方は若干長いサイズをオーダーしていただけると、この F16 は体感できると思います。これが F16 です。